動画見ていただきありがとうございます。今日はですね、背中がね、いつもこうマッサージしてもらっても硬いとか、次の人がねその3日ぐらい経つともう元に戻っちゃうとか、あとですね、いつもこう背中が硬くてなんか、肩こりやら腰痛がですねこう出ちゃうっていう方のこの、改善方法というか、あとヒントですね、そのどういうふうな考えをするとこうそれがですね良くなるかっていうのをねちょっとこうお伝えしたいと思うんですね。で、一つね、背中が硬いっていう時っていうのは手とですよね、足がですね伸びない、縮んでくと背中も丸まってくるっていうのをねちょっと覚えておきます。手と足がですねだんだん座ってれば分かると思うんですけど、こう背中がですねだんだん亀のようにこう縮んでくっていう時に手と足っていうのは縮んでくるんですね。手と足が縮むと背中もこう丸くなってくるんですよ。なので一つはですねこの手と足を遠くに伸ばせる力をつけるってことですね、はい。でもう二つ目がですね、背中を使いやすくするにはこのねじりの力っていうのが必要なんですよ。背中をねじれる回旋力というかそういうのがですねすごく重要なんですね。だから背中が硬い人っていうのはこのねじる力が弱いということが2つ目なんです。で3つ目がですねバランスが悪いってことなんですね。バランスが悪い、ね、何かっていうとですねそのバランスっていうのはですね、例えばここですね見えますかね、女性座りって言って右にこういうふうにした時に体がですねこうなったりする方って結構いると思うんですよ。でこうなるっていうのはですねバランス体幹がですね弱いんですよね。バランスが弱いんですが ここを保ってる力がないんですよ。だから体がですねこういうふうになっちゃうんです。でその時何が起こってるかっていうとこういうふうになってるってことはですね腰にですね負担かかったりここら辺に負担かかったりとかですねこのバランス崩してる方にきつ負担かかるわけですよね。こっちも逆ももし左の横座りだとこうなってたりまあちょっとあると思うんですけどそのお尻が浮いてたりですね。でその時のこのバランスの力が弱いとですねそのまっすぐに保ってられないんでどっかに負担がかかるってことです。だそのバランスの力が弱いとですねいくらマッサージをしても同じようにバランスが崩れてそこの1箇所とか数箇所にこう負担がかかってるわけですよ。なのでバランスの力をですねこう取り戻すというかこうまっすぐ保ってる力をつけるとですねマッサージしてもそれは効果が結構持続したりあとですね、ストレッチをしてもそんなに硬くならなくなったりしますんで今日はですねそのバランスの力をですねちょっとつけたいと思うんです。で右と左でこういうふうにですねちょっと右座り左座りちょっとやってみてください。そうすると右と左ですね、ちょっと左右に下がると僕は左の方がねちょっときついなってあるんですけれどそれをですね確かめてからちょっとやりたいと思います。で何をやるかというとですねまず四つん這いになってですね四つん這いになります。でつま先を立てたらですね右手と左の足をね伸ばそうとする。で伸ばした時にですねこの右手と左手を伸ばした時に支えてる左の手首とかあと膝とかですねこの支えてる右の膝とかが痛いっていうとこまでは伸ばさないでください。それは体幹がですね弱くなってる証拠なのでその、できる範囲痛くないところの範囲で伸ばしていこうっていう。でその時にこの膝をこうやって擦ってるんじゃなくてつま先と手だけをこうやって擦るようにしてこのままですね、深呼吸を、ね、しています。息を口からはーって吐いてみますね。でもしできれば全部吐き切ってみてください。
で3回4回ぐらいで、はぁ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 と吐いてもらって、鼻から息吸って、また息を口から、はぁ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 で鼻から息吸って、で2回ぐらい言ったらゆっくり元に戻していますね。はい、これを逆でもやっています。例えば、このままですね。はい、今度は左手と右の足をこうやって伸ばそうとするんですけど、伸ばした時にこの手首が、右の手首と左のね膝がつらかったら、これは体幹が耐えられないということは、もう少し狭めてみてください。で、いけるとこまで行ったら息を口から、はぁ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 、で鼻から息吸って、また息を口から、はぁ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 、で鼻から息吸って、でゆっくり戻りますね。はい、これをちょっと繰り返してみてください。右手と左の足、息を口から、はぁ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 、で鼻から息吸って、また息を口から、はぁ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 、で鼻から息吸って、でゆっくり戻ります。はい、左手と右の足も伸ばして、はい、この右手と左の膝がですね、きつくないところ、で息を口から、はぁ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 、で鼻から息吸って、また、はぁ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 、で鼻から息吸って、でゆっくり戻ります。そして、はい、ちょっと楽にしてみますね。で、終わったらこれをですね、右座り、右の女性座り、右の足を全部こっち側にして、さっきみたいに右と左でやってもらうと、先ほどより安定してれば効いてますんで、これをですねやってみてください。で、これをですね、ストレッチの前、ストレッチをね、でどうしても硬いなとか、いつも毎日毎日ストレッチやってても硬いなっていう方は、このバランス力が落ちてるんで、バランス力をねまず鍛えてから、ストレッチやり何やりやってもらうとですね、よりですね、効果的に体が硬く、体が硬くなりにくいようになりますんで、ぜひねやってみていただければと思います。